山中昭子は日本の政治家、国際政治学教授、外務省世界津波の秘匿別大使、英国ケンブリッジ大学客員教授、自由民主党所属の元衆議院議員、元外務大臣政務官、旧姓のヘジ、北海道小樽市出身、夫は弁護士、小樽緑梁高校及び津田塾大学卒業後、北海道大学経済学部助手、 青春短期大学講師を経て、北海学園大学教授を務める。大学では、国際生活文化論、国際政治学等の講義を担当。米国ハーバード大学エドウィン・オーライ・シャワー日本、研究所、ブルッキングス研究所研究員等を歴任。1995年第17回参議院議員、通常選挙で新党先駆け幹事長。 鳩山幸男から北海道選挙区での出馬要請を受けたが辞退。1996年に第41回衆議院議員総選挙に小沢一郎や二回、俊博の要請で新進党公認で立候補し初当選。新進党分党により改革クラブの決闘に参加するが後に自党し自民党へ移籍し、大友会入会。2000年第42回衆議院議員総選挙に 愛知11区から自民党公認で出馬するが落選。戦略国際問題研究所上席研究員、オックスフォード大学選とアントニーズカレッジ、上席研究員、北海道大学客員教授、国際連合大学客員教授等を歴任。2005年の第44回衆議院議員総選挙で千葉2区より立候補し衆議院議員に再び当選。無派閥。 2005年11月、第3次、小泉改造内閣で、外務大臣政務官に就任。2006年、自民党女性局長、衆議院外務委員会理事に就任。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に、自民党から出馬。公明党の推薦も受けたが、民主党の黒田武氏に敗れ、比例南関東ブロックでの比例復活もならず。 落選。2010年4月、ケンブリッジ大学の招聘により、イギリスの政権交代や選挙制度等を研究調査するため同国に渡航し、ケンブリッジ大学チャーチルカレッジ客員教授就任。同年5月、BS フジライブプライムニュース、英国の政権交代から考える日本の政治システムに出演した。同年8月千葉商科大学大学院。 会計ファイナンス研究科で、客員教授。平和構築人材育成に加え、水、食料、エネルギーの面からの人間の安全保障、自然災害及び人災に関する危機予防、危機軽減にも取り組み、2012年より、ケンブリッジ大学中央アジア研究所、常席客員教授、日本国際問題研究所上級フェロー、2013年世界、 女性会議諮問委員会座長2014年外務省平和構築対外発信特別大使等を歴任2016年外務省世界津波の非特別大使に就任ありがとうございます